4体,4体液説、4体液説、4体液説、またはとは、血液、粘液、抗炭汁、黒炭汁の4種類を人間の基本体液とする体液病理説である。体液病理説、もしくは液体病理説とは、人間の体には数種類の体液和の訳語で、そのまま体液を意味するがあり、その調和によって体と精神の健康が保たれ、 ゆくれな、バランスが崩れると病気になる、とする考え方で、古代インド、アーユルベーガやギリシャで唱えられた。インドからギリシャに伝わったとも言われる。四体液説は、西洋で広く行われたギリシャアラビア医学、ユナニ医学の根幹を成しており、19世紀の病理、解剖学の誕生まで指示された。どの体液が優位であるかは、人の気質。 体質に大きく影響すると考えられ、4体液説と先生術が結びつけられ広い分野に影響を与えた。古代ギリシャ人やインド人は、体の一部が病んでいるのではなく、全体が病んでいるのであり、病気は一つだけで、それが色々な形で現れているのだと考えた。このような考え方を、全体感、ホーリズム、ホーリズムという、体液は、 体中に偏在しているため、体液病理説とはすなわち全体感の医学だった。病気は一つなので、病気はどこにあるか、病気は何であるかという問いはあまり重視されず、見るべき対象は患者の体全体であると考えられた。古代ギリシャ医学をまとめたヒポクラティス全集の論文を見ると、病気の経過について詳細な記録が残されているが、 病名はほとんど記されていないことがわかる。体液病理説のヒポクラテスはコス派というグループに属しており、ライバルにあたる国ドス派は、病気の所在は、体の個体部分、つまり、臓器期にあるとする、個体病理説、または、極材病理説、臓器病理説だった。国ドス派では、診断が重視され、病気が細かく分類されたが、 この時代には病気の分類を行う十分な知識、技術がなかったこともあり、より大きな成功を収めたのは、全体感、ホーリズムの体液病理説に基づくコス派だった。古代ギリシアの医学は、ヒポクラテスの死後100年ほど経ってから、ヒポクラテス、紀元前460年頃引く、紀元前370年頃の名のもとに、ヒポクラテス全集にまとめられた。そこでは、 人間の体の構成要素として、臨床経験から2から4種類の体液が挙げられている。ローマのガレノス129年頃から199年はヒポクラテス医学をベースに当時の医学をまとめ、人間の体液は血液を基本に、血液、粘液、抗炭汁、黒炭汁の4つからなり、そのバランスが崩れると病気になるとする4体液説を、 継承し発展させた。ガレノス以後、体液病理説四4体液施設は、西洋文化圏で行われたギリシャアラビア医学の基本を成しており、19世紀の病理解剖学の誕生まで支持されていた。ヒポクラテスなどの古代ギリシャの医師たちは、患者の体から出てくる液体を観察し、人間の体内には栄養摂取による物質代謝の産物であるいくつかの体液があると、 考えた。血液、GK、ハイマは、体内の熱が適当で、食べ物が完全に調理、消化された時に生成され、生命維持にとって重要であるとされた。一方、粘液と単汁は、悪い体液と考えられた。体内の熱の過小によって生じる粘液、GK、フレグマは、ギリシャ語のフレゴ、燃えるという動詞から来ている。古代ギリシャでは、 体の中で燃えるのは炎症、または消化であると考えられたことから、冬に起こる炎症の産物が粘液と呼ばれた。また、脳は粘液による保護が必要で、脳に達して適度な冷えと潤いを与える。脳から溢れた粘液は微重となって出てくる。体内の熱の過剰によって炭重が生じるが、数合わせのために黒炭汁が加えられ、高炭重、GK、チョリー、 黒炭汁、GK、メロンチョリーとなったという。高炭銃は血液の包状のもので軽く熱い。黒炭汁はうつ状態の人の排泄物の色から名付けられたと言われる。黒炭汁には酸味があり体を腐食させるとされた。体液の種類は最初から四種類で統一されていたわけではない。ヒポクラティス全集に収録された論文。 人間の自然性についての中では、四大元素節の影響を受けて、人間は、血液、粘液、高単汁、黒単汁の四つからできていると述べられており、これが主流の分類である。しかし、疾病についての中では、血液、粘液、単汁、水、また、疾患についてで、病気はすべて単汁と粘液の作用であるとしており、定まっていない。 どちらを採用するかは学派によって異なり、ヒポクラテスのコス派は、血液、粘液、高胆汁、黒単汁の四体液節で、クニドス派は、胆汁、粘液節であった。ローマのガレノスが、四体液節を継承し、ギリシャ医学をまとめ上げたため、後世に残ったのは四体液節だった。また、の発見者の一人である病理学者、ロビン・ホーレウス、ロビン・ホリアス、 1888から1968は、四体液説は、血液の観察に由来すると示唆した。血液を容器に入れ、空気にさらし室温で放置すると、上積みと凝固部分に分かれる。この結清、白血球、赤血球、血平が、高炭獣、粘液、血液、黒炭汁の由来ではないかと推測した。体液の生成とこは、 バランスの回復については、調理に例えられ説明された。食べ物が消化されてできた養分は、静脈や肝臓の内で熱によって変化する。体内で発生した熱が適度であれば、その熱によって血液が生じ、適度でない場合には、他の体液が生じて、血液に混じることになるのである。その際、より熱ければ、単純に、より冷たければ、粘液になる。高単純は、 脾臓で吸収されて血液は浄化されるが、脾臓の機能が悪い場合には、高胆汁は煮詰まったように黒胆汁となるし、脾臓自体が病的状態にあれば、うまく調理されない黒胆汁が体を巡ることになる。体内の熱源は、大宇宙の中心である太陽と同様に、小宇宙である人体の中心器官である心臓と考えられた。病気になった体は、自然、 物質の治癒力、内なる熱によって回復する。すなわち、誤って混和した、あるいは生の状態の体液を調理して、体液の乱れを正常に戻そうとするのである。調理で無害になり、健康な成分から分離された悪いものは、嘔吐、下痢、排尿、角質、発汗、出血、可能などのルートで体外に排出される。怪我のような局所病の時は、炎症の形で、 悪い体液を煮沸し、消化して脳の形で排出する。全身、局所を問わず、発熱から可能まで、すべて治癒の過程であると考えた。調理に例えられた、食物が体内の熱によって処理されることは、熟成、ペプシスと言われ、古い術についてでは、体液の熟成状態と、根は、クラーシスの状態が重要であるとさた。 ヒポクラティス全集に収められた論文人間の自然性についてでは最も健康な状態は4体液の力や量がバランスを保った状態で特にお互いに混和、クラーシスした状態であると説される。病気とは体液の一つが多すぎたり少なすぎたりする場合また一つだけが切り離されて他と混和しない場合に起こる。4体液は それぞれ二つの性質を持っているので、互いに反発しつつも惹かれ合う。体液のバランスが崩れる原因は、体質、生活環境、生活様式、食事などである。治療の方針は、過剰な力を除去し、不足するところに加えて、逆療法、バランスを安定させることだった。四体液説は、熱、霊、質、乾からなるアリストテレスの四大元素説。 四性質説と、むらじつけられたため、例えば黒炭汁の過剰による病気の場合、その性質は、例なので、過剰な黒炭銃を排出し、熱性の食べ物や薬草を摂取して、体液のバランスを戻すよう試みる。ヒポクラテスは、反対は、その反対で治療される、コントレアラやコントラアイスキューリーインターという原則を唱えたと言われており、医者は、 それぞれの病気や薬草、風土、人間の性質を理解し、治療に生かそうとした。ローマのガレノスは、ヒポクラテスの、自然、体液病理説、四体液説、逆療法などの考え方を受け継いで、古代ギリシャの医学をまとめ上げた。またガレノスは、人間の霊魂は、プネウマ、世紀、世気、霊気、空気、規則ともを介して、肉体を操っていると考え、 四体液とプネウマの適度な混合が大切であるとした。プネウマは中医学における気、アーユルベーダのバータ、風、台風素に比されるもので、生命エネルギーのようなものだという。人間が生きるには栄養とプネウマが必要であり、栄養が生きたものとなるにはプネウマが不可欠とされた。後のキリスト教では、プネウマは三位一体の精霊と理解された。 ギリシャ・ローマの医学では、自然治癒を重視し、悪い体液を排出し自然治癒を促すために、刃物やヒルを使って悪い体液を排出する、遮血、白くともや、下剤、浄化剤、癌下剤、誘導剤を用いた。また、体液のバランスのために、食事療法や運動、入浴も重視された。医つについてでは、全ての人に当てはまる、最高のバランスがあるわけではく、 人によってその体にふさわしいバランスがあり、また健康にいいものは状況、年齢などによって変わってくると説明される。例えば、体が運動を求めている時の休息、休むべき時の運動は健康的ではなく、同じことが飲食物や薬物に関しても言われた。ビザンツ帝国で、異教とキリスト教委官が迫害され、学者たちがサーサーン朝、ペルシャに亡命したことから、 四体液説をベースとしたギリシャ・ローマ医学はアラビアに伝わり、ヨーロッパではその多くが失われた。また、同じく体液病理説に基づくインド医学も多くの文献がアラビア語に翻訳され影響を与えた。ギリシャ・ローマ医学に各地の医学を集大成したギリシャ・アラビア医学、ユナに医学はアルラージー、イブンシーナーなど多様な民族、宗教の学者たちによって発展した。 ユナに、医学は、ギリシャ・ローマ医学をベースにしつつも、さらに発展させた。ガレノスに対する疑念で、アルラーズイは、臨床経験と、錬金術の実験を通し、ガレノスの発熱に関する説明や、四体液説、四大元素説に批判を加えた。イブンシーナーは、ガレノス医学をベースに、医学転半をまとめたが、血液が、唯一の自然な体液だとする。 ガレノス医学の考えには同意しなかった。シーナーは血液が腐敗、気迫化、濃縮化などで変化したものが粘液、抗炭獣、黒炭汁だと考えたが、四体液はすべて必要なもので、各々に自然的、不自然的の二つの状態があるのだとした。体の各器官によって成分、正常が違うのだから、硬さや柔らかさといった違いをもたらす。 他の体液も可決だと考えたのである。また、四体液に関する諸問題の探求は、医師の領分ではなく、哲学者のものだと述べている。十一世紀に入ると、十字軍が編成され、エルサレムに進軍し、ヨーロッパはアラビア世界に接触した。アラビアの進んだ文化がヨーロッパに伝えられ、の教師だったモンペカッシーの修道院のコンタンティヌス、アフリカヌスなどが、アラビア語の医学書を、 ラテン語に翻訳し、その知識はヨーロッパに再びもたらされた。古代ギリシャローマでは、それぞれの体液の過唱と人の気質には関係があると考えられていた。メランコリーの語源は、国単汁であり、無関心な、冷淡なを意味する、プレグマティック、エン、フレジマティックは、年液から来ている。次のものは、12から13世紀などに見られる、核体液に、 典型的な気質、体質である。中世ヨーロッパでは、4体液説は、キリスト教に取り入れられた。教会は、アダムとイブは、完璧な体液のバランスを保っていたが、楽園追放によって、そのバランスが崩れ、病気がこの世に誕生したと説いた。現在を追った人間の体液のバランスは、崩れているが、キリストのそれは完璧であり、よって、キリストに倣う生き方が奨励された。 肉やホットワインのような熱く湿った食品は血液と精液の元となるクネウマを生成すると考えられ性欲や肉欲が高まるためキリスト教徒にはふさわしくないとされた初期には断食期間には肉と魚を取ることは禁じられたが次第に冷たい魚は性欲を抑えるとされ食べることが許されるようになった西洋では 万物が四大元素からなると考えられたため、薬も食材も、熱、霊、質、いのうち二つの性質を持つとされた。摂取する食材の性質が体液に影響を与えるため、中世ヨーロッパでは、医師の治療の中心は、日常的な食事療法だった。健康に良い,い性質の食材を摂ること、性質が合わない食物を混ぜないこと、合食菌などが重視された。また、 食べたものが体内で適切に調理され、栄養素がきちんと吸収されるように、正しい順序で腹を満たすことが大切だと考えられ、そのようにコースが組み立てられた。まず消化しやすいものが出され、徐々に腹持ちのいい料理に移行した。この養生法を軽んじると、食べたものが十分に消化されず、胃の中に悪い体液が引き込まれると思われていた。食材や薬剤の性質は、 本草書、農書などに記され、養生書では、食事に、多くのページが割かれた。キリスト教徒で、アラブ人の医師、十一世紀は、バグダードで学んだ医学を、特愛丸さや、健康表、または、健康全書にまとめているが、これは、食材やハーブの性質とその度合いなど、健康のために役立つ情報を表にしたものであった。中世ヨーロッパには、四体液、 四機質は、先生術と結びつけられ、先生医学、精神医学、医療先生術、縁、診断、治療に一般的に用いられ、射血の時期や血を取る部位の判断にも利用された。出生時の星の位置がその人の体液の偏りや、機質を決定すると考えられ、15から16世紀には、惑星とその子供たちという思想が流行した。土星、サターンは、 生まれた我が子を次々飲み込んだというサトゥルヌスの神話や土星の先生術的解釈から老年や死など忌まわしいイメージと紐付いた。魔女は土星イコールサトゥルヌスの子供であり食人を行うとされたインディオと同類の存在で黒単獣型によってメランコリー症に侵されているとみなされることもあった。ユーモアという言葉は会話や文章において 相手を表せることを意図する人間の気質や、具体的な言葉や行動においての表れを指すが、これは、古希、カイウプシロンミューコミュース、ラテン語、ユーモア、体液に由来する。健康を左右するとされたユーモアは、気質、体調などを意味するようになり、さらに、調子の変わった人物を指す意味へと変化した。ルネッサンス時代になると、文芸批評家たちが、美学的な用語である、 ユーモアとして使い始めた。17世紀イギリスでは、面白さ、おかしさ、滑稽さ、得意性などを意味するようになった。エリザベス朝時代のイギリスでは、奇境であることが魅力的であるという風潮が一部にあり、そのような振る舞いが横行し、ユーモアという言葉が流行した。劇作家のウィリアム・シェイクスピアや、ベン・ジョンソンは、こうした風潮に迫役していた。ベン・ジョンソンは、 ローマ古典劇を下敷きにした、気質奇劇と呼ばれる作品群で登場人物たちを一つの気質のみを誇張して、類型的に描き、その愚行を風刺した。彼の気質奇劇としては、ボルポーニー、錬金術師などがよく知られる。次の表は、四体液と、各項目の対応を示す。体液病理説、四体液説に基づくギリシャアラビア医学は、 ヨーロッパでは15の16世紀まで、ペルシアなどでは19世紀末まで主要な医学であった。16世紀の解剖医、アンドレアス・ベサリウスがガレノス解剖学の誤りを証明し、古代ローマでは人体解剖は行われず、ガレノスは動物解剖の知見をベースに理論を組み立てていた。徐々にガレノス医学の誤りが明らかになっていった。モルガーには病気の座と原因について、 1761年で病気の座として増応期を考え、美社は一般解剖学1801年で組織を病気の座とした。とは言っても、1858年のウィルヒョウ、ウィルヒョウ、フィルヒョウの革命まで体液病理説はほとんど議論の余地なく受け継がれていた。病理解剖学研究のウィルヒョウは細胞病理学で体液病理を否定し、 細胞病理説を主張した。すべての細胞は、細胞からという有名な行為を生み出し、基質的疾患は、過剰な刺激や炎症が原因で生じた細胞の変形に基づく病変に、必ず結びつくことを明らかにした。こうした概念は、当時の医学思想を一変させ、体液病理説は、医学の主流から姿を消した。体液病理説は、ウィルヒョウの革命の後も、 病態生理学の下敷きとなった。また、アラビアやインドなどで、現在も行われるユナに、医学以外にも、心理学者、ハンス・アイ・ゼンクによる人格モデルなど心理学、子供生来の気質を尊重した教育を目指す、シュタイナー教育、全体的、ホリースティックな健康観に立脚し、心身の調和や自然自由を重視する、ホリースティック医学などで、現在も参照されている。 古代イギリシャの体液病理説は古代インド医学の影響を受けているとも言われる。アーユルベーダと呼ばれる古代インドの医学では、ピッパタ、ンジュウ素、カッパ、粘液、粘液素、バータ、風、台風ソの3つの体液が体を巡っているとした。医学書チャラカサンヒターでは人間の病気の原因を体液の増悪とする取り道施設が唱えられた。 古代インドでは、五大元素として、地、水、火、風、空、航空,空、空間、アーカーシャが挙げられているが、ピッタは、火、水、カッパは、水、地、バータは、風、空からなるとされた。同社は、サンスクリット語で、不純なもの、増えやすいもの、体液、病ソなどの意味である。同社は体液であると考えられ、また、 肉体のエネルギーと精神のエネルギーの両方を含む生体エネルギーであるとされる。医学書では第四の体液として血液が挙げられ四体液説となっており、古代インドとギリシャの医学には共通点が多い。古代インド医学の概念がペルシア経由でギリシアに伝わった可能性もあると言われる。スシュルタサンヒターをザスシュラタソンヒータに英訳したビシャグラトナー。 ビッシャーグラトナは、伝わる過程でバーター、風は除外され、単純がき、黒に区別され、ギリシャの四体液説になったと推測している。サーンキア哲学などを基礎とするアーユルベーダでは、体の健康を左右する鳥動舎の他に、三つの性質トリグナとして、サットバ、純粋性、純質ラジャス、銅性、激質タマス、惰性,性、闇性、影質が挙げられ、 これは心の状態を左右するとされた。トリグナはトーシャと密接に関係していると考えられている。シャは同じ性質のものが同じ性質のものを増やすという法則で変化する。同性のラジャスが増加すると怒りやイライラが募り、同性を持つシャ、バータ、風とピッタ、単重を増加させる。安定性、惰性のタマスが増加すると 平らになり精神活動は停滞し、カッパ、粘液を増加させる。このように、ラジャスとタマスの増加は、心身の健康に悪影響を与える。一方、トリグナの一つであるサットバは純粋性を持ち、同者、不純なものを増大させることはない。サットバの増大は、鳥同社のバランスを安定させ、精神的には愛情や優しさ、正しい知性をもたらす。 このようにサット場は、心身の健康の基礎になっている。同社のバランスは、体質、プラクリティ、ついたちおける、時間、季節、年齢、行動、食事、運動、環境、天体などによって左右されると考えられている。食べ物や薬草は、味自体が、同社のバランスに影響し、それぞれ、熱性、温性、冷え性という性質、ビールや、 薬理期限を持つ。また、カクトリグナ内作用し、心の健康に影響を与える。治療としては、増えすぎた動、動社体液、アーマ、未消化物、マラ、尿、瓶による排泄物の要素を体の外に出し、浄化する、減弱療法、排出療法があり、パンチャカルマ、警備法、サイト法、射撃法、肝腸、発汗法、射血などが行われる。 もう一つ、同社のバランスを食事、薬、ヨガなどの調理法や行動によって、元に戻す緩和療法、鎮静療法ある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。